みんなさ終わりの時にさ言うのに、はい、うん、石神のだけ難しくてなんて言ったらいいかよくわかんないよ。ラ、月穴、夜だそうみたいなやつ。なんで統治法なんだよ。違うの。ラ、夜だそうスティアーナと言っています。ラ、ヨダソスティアーナ、はい、どういう意味なので。あ、これは意味がないらしいです、うん、意味がないことで有名なやつなんよ。ラ、ヨダソスティアーナ、そう、覚えられないんだよ。なんか省略することできんの。あ、でもよくね、リスナーさんはラって言ってる。あー、省略しすぎなの。そう、だからスタンプ、私あのメンバーのスタンプでラっていうのを作ったわ。あ、見た、超可愛いスタンプ。あ、恐縮です。ちょっとこれからはラっていうね。はい、ラ、ラ、まあでも言ってもらえるだけありがたいんでね、ラ。ヨダソースティアーナ、これ別れの挨拶覚えておくように。それでは次の配信まで、じゃあね、バイバイ。本日はここまで。ラ・ヨダソースティアーナ、じゃあね。はい、ということでラ・ヨダソースティアーナ、次回の配信をお楽しみに。それではラ・ヨダソースティアーナ、次回の配信をお楽しみに。チャンネルではラ・ヨダソースティアーナって言ってるんですよ。それを一緒に言ってもらってもいいですか。ラ・ドスティラ・ラ・ディツ・オッツ・モカモカモカ書いてあげようじゃないの。ヨダソースティアーナ、ラ・ヨダソー、これです。これどういう意味。これは、まあ、実を言うと、あの元ネタが一応ちゃんとあるんですけど、あの、まあ、実は意味がない言葉なんですよね。ほう。そう、意味がないコピペとして有名なワードなんですけど、まあ、うん、我々組織のものは、あの別れの挨拶としてよく使っているので、よかったら一緒に言ってもらっていいですか。了解いたしました。はい、それでは、はい、ラ・ヨダソースティアーナ、それでは皆様さようなら。さようなら、ありがとうございました。石神さんのあのさ、配信の挨拶、終わりの挨拶かな、あれ。ライオダソーなんとかかんとかみたいな、あれめちゃくちゃ懐かしかったな。あれですよね、あのシュタインズゲートのあのエルプサイコングルーの元ネタですよね。ライオダソースティアーナか、イニシエだよね。
ラヨダソスティアーナも確か通話切るときに、やなんか謎の組織と電話してる風の合言葉みたいな中二病のやつのコピペだったと思うんで、多分